こちら、あのメインでやってもいいかなって思ってたんだけど、うん、アメリカのね、チョコです。もう僕ちっちゃい頃めっちゃこれ好きで、今もう日本で開けづらいな。出して、開かないでしょ。大丈夫だよ。責任取れんの？何が？うまく破れた。あ、わかる。知ってる。これ世代、世代でしょ。日本に売ってんのそれ？もう売ってないんだって。うわー、それ懐かしい。キンダーサプライズっていうね。あ、ね、あ、あ、おお。これね。チョコ増えるな家に。ちょっと開封していきますか。チョコエッグとかあったじゃん。うん。あれの多分先駆けなんだよね。これ。うん。でさ、これね、このチョコバカみたいにうまいんだよ。なんでか知んない、分かる人いると思うんだよね。はい、これね、このね、カタカタ音がね。で、これ食べ方があって綺麗に割れんのよ。こっち来い。すいません、下がります。反省だよ。アメリカだからね。何アメリカのせいにしてんの。チャチ、ちげえよ。中のおもちゃちょっと、これうん、まこれね、こうやって割れるんですよ。ねえ、こうやってね、半分に割れる。うまいんかい、うまいんかい、うまい。半分に割れて、中取り出すとこういうのが入ってるんですよ。これ開けると何入ってる。これ何のシリーズかも分かんない。これですね、こういうフィギュアが入ってるんですよ。おい、なんでそんな怒んだよ。ん？ん？おい！何個パーサイってんの俺の。可愛い虫みたいな。これ竜当たったぞ。えー、すげえ。こういうやつね。こういうのが出てくる。いいな竜。よいしょ。お、青色。え？またこれだ。ダブった？おい、なんか歯ブラシみたいな。あ、歯ブラシみたいなの出てきたぞ俺。これ。え？待って待って待って。化粧品じゃない？え？うわ、化粧品だ。見て見て見て、化粧品出てきた。見て見て見て、ミニカー出てきた。いや、ミニカー普通より小さいな。いや、ミニだから。いや、ミニカーよりちっちゃいよ。ミニマムカーカーって。うわ、また新しいの出てきた。おっ、なんだ大砲。シュシュ、うん、待って、大砲違うよ、ペンだよ。ええー、すげえ。ペンが乗ってその下が回るっていうもの。普通にこれ面白いな。ねえ、しっかりして。投げないミニカー。マツダですかね。化粧品。ビューティー系になるじゃないの。ビューティー系の人に失礼。あ、しかもこんなんも入ってる。お、シールまでついてる。うわ、またこいつ出た。え、なんかやばいの出てきたぞ。中身アメリカンだったね。うん、この辺とか特になんかアメリカのなんかテレビとかにさ、こういうキャラクター出てきたりする感じ、うん、これすげえ。それ一番ヤバくない？うん、世界観すごいんだよな。ありがとう。胴体やっちゃうし。はいはい、じゃあ普通にキンダーサプライズっていう、うん、お菓子を開けてみました。はい、ありがとうございました。